はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はブレイブスに関するお話です。現在 NL 東地区3連覇中のアトランタブレイブス、今年も優勝候補として名前の上がるチームですが、ここまで15試合を戦って6勝9敗といまいち調子が上がっていません。打線はロナルド・アクーニャ・ジュニアが絶好調でチームを牽引していますが、フレディ・フリーマン、それからマーセル・オズーナあたりはまだ本調子とは程遠いですし、投手陣全体の防御率も5点台とあまり結果が出ていません。またぼちぼち故障者も出てしまっていますね。アキレス腱断裂の大怪我から復帰を目指すマイク・ソロカの復帰が予定よりも遅れていますし、マックス・フリードやドリュース・マイリーも IL 入り、打線の方もエンダー・インシアーテがハムストリングを痛めて故障者リスト入りしてしまいましたし、さらにはセカンド不動のレギュラーであるオジー・オルビーズも先日デッドボールを受けて途中交代してしまうなど、チームの状況は今のところ万全とは言えない感じですね。まだシーズン序盤なので、この苦しい状況をどうにか耐えてシーズン後半の巻き返しを図っていきたいところです。で、インシアーテが欠け、さらにはオルビーズも今のところ IL 入りを要するほどではないものの、試合には出られない状態であることから、ブレイブスは今日ショーン・カズマージュニアを昇格させました。カズマージュニアは現在36歳、ベテランの内野手でして、内野をとりあえず全ポジション守ることができ、多くはないですが外野での出場の経験もありますので、故障者の発生でベンチの層が薄くなっている今、彼の力が必要とチームとしては考えたのだと思います。カズマージュニアはスプリングトレーニングでは結構調子が良く、22打数9安打ホームランを3本放つ活躍で、 OPS も14割1分5厘となかなか打っていましたので、この活躍もあってこうしたチームのピンチで呼んでもらえたんでしょうかね。早速カズマジュニアは昇格したばかりですが、現地時間4月17日のカブス戦に代打で出場し、結果はゲッツーでしたけれども、いきなりチャンスをもらえたあたり、チームとしても期待している部分はあるんでしょうか。先ほどこのカズマジュニア36歳の内野手とお伝えしましたが、年齢からして長い間 MLB で細々とプレーしていたのかなと思われそうですが、おそらく彼のことご存知ではない方が大半かと思います。それもそのはずで、カズマジュニア通算での MLB 出場が今季入るまでにわずかに19試合しかなく、しかもそのすべてがなんと2008年のパドレス時代、13年前に出場して以来全く MLB に上がってくることがなく、今回の MLB 昇格はおおよそ12年半ぶり、試合の出場の間隔としては12年と206日ぶりと、なかなか間が空いての久々の MLB 昇格となりました。先日1300日ぶりの公式戦で MLB デビューを果たしたレイズのブレント・ハニーウェル・ジュニアをご紹介しましたが、このカズマ・ジュニアの12年半ぶりの MLB 昇格もなかなかインパクトがあると言いますか、よくぞここまで諦めずにプレーを続けたなと感心してしまいますよね。ちなみにこれ以上に長い期間相手の MLB 出場となりますと、最も直近の事例で1936年のクリーブランド・インディアンスでプレーし、その後1949年のセント・ルイス・ブラウンズでプレーしたラルフ・ワインガーナーの13年と14日ぶりという記録があるようなんですけれども、1930年代1940年代にまで戻らないと彼以上の存在がいないという、半ば奇跡とも言えるような MLB 復帰を今回カズマ・ジュニアは果たすことができました。カズマジュニアが2008年に最後に試合に出たのが9月23日のドジャース戦のことでしたが、こちらがその試合のパドレスとドジャースのスタメンになりますが、ずいぶん懐かしい名前が並んでいますよね。この中で今季も MLB でプレーしているのはこの試合のパドレスの先発で当時ルーキーだったウェイド・ルブランのみで、それ以外は誰一人として今季 MLB でプレーしていません。個人的にはマニー・ラミレスやノマー・ガルシア・パーラが現役でプレーしていたのはもう結構前のことという認識がありましたし、なんなら2008年のマニーといえば、ちょうどレッドソックスからトレードされて、でドジャースの主砲として打点を稼ぎまくっていた、そんな時期ですよね。それ聞くと結構前だよなと思っちゃいますね。他にもパドレスの当時の主砲エイドリアン・ゴンザレスが先日メキシカンリーグと契約したと聞いた時に、あ、まだ現役で頑張ってるんだなという感想も抱いたものですが、その時代にカズマジュニアが最後にプレーして、それからいかに長い間 MLB が遠かったか、なかなか届かない舞台だったかがお分かりいただけたかと思います。カズマジュニアは2008年に MLB でプレーして以降、2009年から2019年までのほとんどの期間をトリプル A でチャンスを待ち続けました。その間マイナーで1106試合プレーし、
パドレス、マリナーズ、メッツ、ブレイブスと渡り歩きまして、2013年からは7シーズン連続でブレイブスのトリプル A でプレーするという、これもまたマイナーとしてはなかなか異例の長期間同じチーム同じ階層でプレーを続けました。なんとなく私自身カズマジュニアの名前が頭にあったのは、2011年にマリナーズのトリプル A タコマレイニアーズに在籍していたからだと思いますが、まさかそこからでさえも10年経って MLB に戻ってくるとは思っていませんでしたし、この間のマイナーでの打撃成績がスライド右下の通りとなりますが、あまりパワーヒッターというタイプの選手ではありませんので、 OPS はさほど目立ったものではありませんが、割とアベレージを残せている年もありますし、また内野も全ポジション守れる器用さも持ち合わせていましたので、それこそ今回のブレイブスのような非常時の備えとして、どのチームもデプス要員として確保したかったことから、これが36歳となりながらも今日までプロ野球にとどまることができた一因なのかもしれませんね。ただそうは言っても36歳、野球選手としては決して若くはないですし、またこれほどの年数をマイナーで戦い続けるのはなかなか精神的にも苦しくなりそうな気もしそうですが、カズマジュニアは自分の子供たちに父親がメジャーリーガーとしてプレーしている姿を見せたいという思いを胸に、この10年以上のマイナー生活も耐えることができたようですね。今日の試合、ご家族、孫子さんがいらっしゃったかどうかわからないんですけれども、リグレイフィールドに足を運んでいたようで、ようやく長年の夢を叶えましたが、これほどまでにかっこいいお父さん他にいるでしょうかね。今回のカズマジュニアの MLB 復帰は、ブレイブスのブライアン・スニッカー監督も試合後のインタビューにて称賛していました。彼の MLB 復帰については、監督人生で最高の瞬間の一つと述べた上で、カズマジュニア自身の忍耐力、野球に対するひたむきさ、目標に向けて努力する姿勢、さらには野球選手としての成長についても絶賛していました。最後に MLB の試合に出た時は23歳の若者だった選手が、それから13年近く努力を重ねて36歳になって再び MLB に戻ってきたわけですから、並大抵の忍耐力ではないですし、監督という立場から見ても彼の野球選手としての姿勢は素直に素晴らしいと感じるものがあったんでしょうね。またブレイブスだけではなく、対戦相手のカブスのデイビッド・ロス監督もカズマジュニアについて言及していまして、カズマジュニアの復帰について素晴らしいストーリーだし、こういった話を聞いたり、またこういった話が実際に起こったりするのは大好きだと、カズマジュニアの MLB 復帰を敵チームながら非常に好意的に捉えるコメントを残していました。ということで、長年の努力がついに実ったカズマジュニアですが、試合後のインタビューも MLB に戻れたことに対する喜びの感情が非常に伝わってくるような内容でした。ただ今回はあくまでオルビーズが試合に出られないことに対する緊急の措置、強烈なインパクトを短期間で残さない限りは、近いうちにまたマイナーへ戻される可能性が高い立場ではあります。おそらく彼自身もそういった立場にいることは理解していると思いますが、カズマジュニアは少しでも長く MLB に残れるようにしたいという意気込みも見せていまして、2008年の時はさほど目立った活躍はできませんでしたが、12年半の努力が MLB の舞台で発揮できるといいですよね。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。